久保さん今回ね「思い見る」これ僕ねこの漢字ね初めて使うかもしれないですね「思うよく考える、はい」この漢字はね僕ね一応そのか漢字一文字ですから一応かぶらないようにあの 自分の YouTube の管理画面で、まあ、漢字入れてその漢字を使ってる入れてる動画があるかって一応調べてやってるんですけどこれね1個も該当しなかったです2万本ぐらいいろんなタイトルでいろんな文字入れてるんだけどこのね字はね1回も入れてなかったですねうんそう、うん、まああのどう思うかは自由で、まあ、推測する これ多分推測みたいな、心理、なんかあの、名探偵コナンに出てきそうな感じですけど、うん、まあ、どう思いを巡らすのか、どう想像するのか、妄想するのか、自由だと思うんですよ。うん、で、まあ、まあ、ビジネスで言うならば、まあ、どうせやっても無理だなって、妄想する、想像する、推測する。うーん、じゃあ無理なんじゃないかなっていうところですよね。やってみないと分かんないんだけども、やらない 少なくてもうーん僕と久保さんの量をやってみたら分かるよっていうところでみ,みんなやらない前からどうせ無理だって言うと思うんですね。で久保さんと吉谷さんは特別だからできるんだとかね。なんかやらない理由は言うんだけどやる理由は探さないっていうね。<laughs> うん。でもね僕ね推測した方がいいと思うんですけど自分でこれからの時代そうこれからの時代自分で稼げないっていうのはう本当に死を,死を意味するんじゃないかなと思うんですよね。 いや本当にうんだからもう時代が変わってるし年功序列ないですよもうって話で50今は良くてもねこれも50歳で自分の会社がこう傾いてリストラ対象になったらそれを推測する考えていく考察していくっていうのはすげえ大事なことなんじゃないかなと思うんですよねそ,のそしたら飯食えなくなりますよって話で。 今の生活維持できなくなります。もちろん生活水準を落としてホームレスでもいいですってことだったらいいんだけどもね。うん。僕はホームレス嫌ですね。50 60、60年間ぐらい生きてきてね、人生最後あたりホームレスは嫌ですね。絶対嫌ですよ。少なくてもこたつは欲しいですね。少なくてもこたつとみかんとりんごとか欲しいですね。<laughs> だからそれはまあ動けるうちに僕頑張りますけど。 動けるうちに動画もいっぱい撮っといてね。まあ、あのー、死ぬ間際も動画撮ると思いますけど、まあ、とりあえずやれるときやりまくっときますね。とりあえずストックしときますね。うん、動けなくなるんで。うーん、だからネットのいいところ、ネットのいいところって時間増やせるんですよね。うん、普通時間って増やせなくないですか時間増,え増やせるんですよ。 例えば、まあ、あの今、僕の時間、どれだけ、十4時間、十8時間の時間、どれぐらいかお伝えしましょうか。僕の、ね、今の48時間の時間は、うん、何千時間だ。すみません、これ、分表示なんで、あれなんですけども、うん、多分、分表示だから、これ、あ、違うか。あ、違う。これ28日間か。これ、28日間の、 これ28日間、カスタム、カスタムでやればいいのかカスタムで、じゃあ7日、7日で適用して、はい。えー、と、今、あの、1日が100時間ぐらいありますね。僕のこの総再生時間ですね。総再生時間24時間でたい100時間ぐらいあります。で、1日って24時間じゃないですか。でも、僕の YouTube の動画が、僕が寝てる間とかなんか回って100時間ぐらいあります。 100時間ですどうすかこれだから2、3倍に増えてますよね、うん。僕の再生数でも、あのー、まあ、これぐらいの時間は、あの、勝手に見られてるってことです。僕100時間働いてないですよ。24時間しかないしから100時間働けないんですけど、勝手に動画が100時間働いてくれてますよ。うん、だからこれができるんだよ。うん。すごくないですか 多分まあこれからも動画のストックだったりとかまあ当たる動画とか出てくればまあこの一日の再生数はね増えあの再生時間は増えると思いますしまあ特に僕の動画なんか長いのでまあ最後まで見たらすげえ長くなりますからうんまあ億万長者合宿のやつは数分ですけど結数分が多いですけどねはいいってらっしゃい